国連裁判権免除条約は2004年12月2日の第54回国連総会で採択された条約である。2005年1月17日、ニューヨークにて署名のため解放され28カ国が署名した。30カ国の批准により発行するが現在は未発行。正式名称は国及びその財産の裁判権からの 免除に関する国際連合条約。略称は国連国家免除条約。国家及びその財産に関して、他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる具体的範囲等について定める条約。2019年11月17日現在、以下の19カ国が条約の定約国となっている。 国家及びその財産に関して免除が認められる。具体的範囲等について、主に以下の通り定める。ただし、刑事手続き及び軍事的な活動については対象外としている。国は、同外国が明示的に同意した場合等を除き、他の国の裁判所の裁判権からの免除が認められる。ただし、商業的取引から生じた裁判手続き、 雇用契約に関する裁判手続き、当本条約に定める裁判手続きについては、免除が認められない。国の財産に対する差し押さえ等は、当外国が明示的に同意した場合等を除き、取られてはならない。ありがとうございました。